じゃあ次は原稿の調整をしてみるにゃ。わかりました。でも原稿って一体何が大事なの？原稿は聞き心地にすごく影響があるにゃ。原稿が高いっていうのは弦とフレットの間が空いている状態のことで、弦を押さえるのが大変になるだけじゃなくて、実際に弦を押さえた時の音が少し高くなってしまうんだにゃ。へえ。弦高が低いっていうのは弦とフレットの間が狭い状態のことで、弦を押さえるのはとっても楽になるけど、音がきちんと鳴らなくなってしまうんだにゃ。そうなんだ。じゃあどれくらいがいいの？最後のフレットのところで1弦2ミリ、6弦 2.5 ミリが基準の弦高だにゃ。それ以外の弦高は2弦 2.1 ミリ、3弦 2.2 ミリといった感じで徐々に上がっていくのにゃ。そうなんだ。挑戦してみたい。どうやってやるの？オーケー。使う道具は、おお、このサドル用の六角レンチと、端が0から始まるスケールだにゃ。六角レンチとスケールね。そう。まず1弦の高さをスケールで測るにゃ。わかった。ちょっと弦高が高いみたいだにゃ。ちょっと高いかもしれない。サドルと呼ばれるブリッジの上にある弦が直接乗っているところの端2つに芋ネジを回して調整するにゃ。わかった。やってみる。反時計回りに回すとサドルが低くなるので弦高も低くなるにゃ。この時はサドルが斜めにならないように両端を同じ程度調整してブリッジと平行になるように調整することがポイントにゃ。平行にするのは難しいな。でも回したりするのは楽しいかも。それに簡単。はるかちゃん、いい調子。スケールでこまめに確認しながら他の弦も調整してみよう。わかった。やってみる。